皆さんこんばんは今日はどんな一日でしたか私はですね今日は午前中ですねん今日どこで目が覚めたんだっけあ、三笠で目が覚めたんですすっごい,い,い天気でそして今日は午前中から札幌土医会入りまして、えー、いろいろと意見交換ですね地域課題頂い,いてた関係の をさせてていいただいてそれと、えー、実は今日午後からですね、えー、渡辺純一さんの会館で,でした杉田智子さんのコンサートがあったんですけど杉田さん本人から連絡いただきまして、えー、今まで何回も見に行きたいなと思ってたんですけどタイミングが合わずに行ってまいりました。 心のこりを直して和らていでだいたなっていうぐらい本当に素敵なコンサートでした光子 <laughs> さんの一度も一緒にあとピアノとですね、えー、また聴きに行きたいなと思って本当にありがとうございました <laughs> そして夕方はですねえー、日頃お世話になっている先輩と一 k k そして道端で会った先輩と ニコンと、ね、にあの、えー、いろいろと何て言うんでしょうかね日頃の、えー、いろんなことを話させていただいて、えー、これから四定の、えー、定例会に生かせる内容だったりとか、えー、これからの自分の議会活動に生かせるアドバイスをいろいろいただきました本当にありがとうございました、えー、それでは明日もいい一日でありますよ